何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。あなたは流飲の巫女に。ああ。何故不思議りを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。流飲を断つ術があると。うん。つまり巫女は流飲を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは異なものですね。私は越智の巫女たちの一人、不死の愚道者たちが作り上げた偽りの流飲を持つものです。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかは分かりません。なれど流飲が人の生き方を歪める。それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり元気も出ましょう。